ヘグリズくは、危機等に伝わる古代日本の人物。日本書紀では、ヘグリズくす、ね、クつくすクく、ね、古事記では、ヘグリとひさしすクた、ね、文献では、都ひさし足にとも表記される。すクは損傷。竹内すクの子で、ヘグリ氏及びその同族の伝説上の祖とされる。竹内すク関係系図表記は、 日本書紀を第一とし、古事記を平記。日本書紀、仁徳天皇元年正月三日条では、竹内スクネの子とする。古事記、高原天皇団では、竹内スクネの子な男二女のうちの第四種として記載されている。妻は、中富の朝日社卿の娘、割れ孫め。同様に、新先生史録では、 呂京皇別ヘグリア村上等においていずれも、竹内スクネの子とされている。ミミズ日本書記、仁徳天皇元年正月上によれば、大味噌サザイ村と、つくすくとは、同日に生まれたという。その際、王人の子の三殿には、つが、竹内スクネの子の産屋には、味噌サザイがそれぞれ飛び込んだので、その鳥の名を交換して、おののの子に名付けたという。 ただし上記伝承以前にも記事があり、同正神天皇三年税祭上によると、九ダラの人使王が天皇に礼を死したので、ず久スクネは、き、スミスクネ、羽田屋白スクネ、石川スクネと共に使わされ、その無礼を責めた。これに対して九ダラは、人使王を殺して謝罪した。そして、き、スミスクネらは赤王を立てて帰国した。続けて、 東照人天皇十六年八月上によると、桂ツ卒彦が朝鮮から久しく戻らないため、天皇は白木が妨げているとし、ズクスクネと、ま戸田スクネを政兵を従えて、からに使わした。ズクスクネらが、白木の国境まで兵を進めると、白木王は、学然として、罪に服し、柚木君の民を率いて卒彦と共に、日本に来たという。また、 同処理中天の嘘くい前場では、住吉中津美子が大使に対して反乱を起こした際、物の部を前すくね、あちおみと共に大使に敬したが信じなかったため、三人で大使を馬に乗せて逃げたという。その後、水原家王子の中津美子討伐に従ったが、中津美子から離反し中津美子を殺した、差し切れについて、自分たちにとっては対抗だが主君には、 慈悲がないとして殺害している。そして、李中天皇2年10月上において、天皇がいわれに党を作ったときに、イケルガマチスクネ、モノノベイ・キョドル大連、エ王オ・オミラと共に国事を取ったと記されている。古事記では自責に関する記載はない。日本書紀では、ズクスクネについて、ヘグリシンの祖とする。また、古事記では、ヘグリシン、沢義しみ、馬オレンラ諸子族の祖とする。 新先生史録では、次の氏族が公営として記載されている。日本書紀では、王人、忍徳、李中の三代にわたって、忠誠を尽くした人物として描かれている。しかしながら、いずれの伝承も父の竹内スクネと告示することから、ズクスクネは極めて政治的に造作された伝承的人物と考えられている。上記のように、ヘグリズクに関しては、 仁徳天皇との名前の交換説話が知られるが、このような駅名説話は、天皇家と竹内つくね及び、ヘグリ氏との君親関係の締結を示すとされる。またその出産時の説話では、ミミズクやミソサザイがヨーロッパにおけるコウノトリのように、霊魂を運ぶ存在として描写されているが、元より出産の最中に鳥が入り込むことはありえない。ため、古墳時代の出産では、 耳ずくみそさざに見立てた、取り形ジグが使用されていたことが、伝承成立の背景になったと推測する説がある。その他、命名伝承から、ヘグリ氏を含む竹内スクネ公営士族が、食前奉仕に関わったとする説もある。ありがとうございます。